田村神社は福島県郡山市田村町にある神社である。坂の上の田村マロが建立した鎮守山太平寺が始まりと伝えられる。坂の上の田村マロが遠い征伐の際に鎮守山太平寺を建立し、本尊として大元水明王,王像を安置。これが田村神社の元となる。図紙は安土桃山時代、本殿は江戸時代初期に建築された。 1689年4月29日には、松尾芭蕉と空が訪れ、その様子が空の日記に記されている。1836年10月23日には、朝香盆斎が訪れている。明治時代、神仏分離令により、田村神社と解消。その際に、仏具は近くの円通寺に移されたが、その後、田村神社が返還要求を出したことで裁判となり、 仏具は田村神社に返還、祭事は、円通寺が行うという条件で和解し、現在に至る。東山道入り口の紅葉ライトアップ、東山道途中の紅葉ライトアップかつては、旧暦6月13日、6月14日、現在は7月の第3土曜日、日曜日に行われる。周辺に露店が並び、神社の祭礼や山中大庫、法年踊りなどが行われ、 持ちなどが振る舞われるほか、廃物希釈前の旧珍珠山太平寺の秘仏である、聖観世音母殺像や大元水明王像などの会長が行われることもある。11月の紅葉の時期には、宇治子や新都会、田村町観光協会などにより、表参道や東参道にて紅葉のライトアップが行われる。1月13日や旧暦6月13日に、大元水明王や、 聖観の菩薩像の御会長があるほか、旧暦11月3日にも、例大祭が行われる。ありがとうございます。